ではですね、また来てしまいましたね。前回もうちょっと下流の方でやってたんですけど、今回ちょっともうちょっと上の方でやってみようかなと思います。もうちょっとでっかいのいないかなと思ってね、まあ、ちょっとこの辺からやってみようか。で、針なんですけど、今回はねバーブレスじゃなくて返し付きのやつで、まあおそらくですが、あ、コイコイいるね。50センチぐらいかな。あ、またギルの猛攻に合うと思うんで、その辺はご了承くださいって感じで。さあ、1投目。これ？そうでもない。つっつかれてはいるけど、小さいですね、やっぱりちょっと。立ち木じゃないけど。ちょっと見えないな。ブラサンかけないとダメかな。ちょっとブラスかけよう。あ、見えた見えた。サイズがもう定番って感じだね。すごい透明度が高い。昨日は雨降ってて、朝もちょっと降ったかな。すごい透明度高いですね。見ながら釣れるってすごい面白い。食うとこ見えるからね。沈んでいくとやっぱりこう魚がスッってきて、水の白い部分がねシュッて動くんですよね。これはちょっと大きいね。開始15分ぐらいで3匹。延べ竿で十分。ギルの25センチ。25センチはさすがにいねえだろうな。ランカーサイズ、ランカーサイズ釣りたいですね。25センチ。どこだったっけな、戸田の方で確か荒川だったか。では結構でかいな。20センチぐらい釣れたけど、小さいのしかいない。あ、くそ、口入れた。くそ。カメラ越しだとちょっと見えないと思うんですけど、サングラスつけてると魚が見えるんですよ。
ルーギルしかいないのかな。まあ、鯉はいたけど。ちっちゃいバスいたな。これちょっといい方じゃない。遠いちかも。ちが結構綺麗だね。ちょっとバスっぽいのいたぞ。でもね、ちっちゃいですよ。10センチくらいだ。もうちょっとあったかな。さあもう一度バスっぽいのがいた茂みの中に、そこに木があるんですよ。流木みたいなのが そこのね隙間のとこにいたんで、あ、来た。あ、違う。またお前か。お前じゃないんだ。お前じゃない。うわ。ここもう危ねえ。ここ水の上だ。やばかった。違う。あ、バスだ、やっぱり。バスだけど。あ、なんか違うの来たぞ、今。バスだけど。見切ったブルギルしか食ってこない。マジか。忘れがちなんでね、水滴はね。よし、バスちゃんちょっと姿を現してくれ。ちょっと小バッチでもね、バス釣りたいっすよね。前のね、ちょうど草の隠れてるとこに、あ、来た。なんだ、あ、来てる。バス食え。あ、食わねえ。見切った。見切るとかある。おめえじゃねえんだ。おめえじゃねえんだ。ちょっとお前先に釣っとかないとダメか。違うんだよ、君じゃないんだよ。超慎重になってる。たかだか10センチぐらいのバスごときに。いやでも久しく会ってないですからね、ラージはね。浅いな。亀2匹しかいない。とりあえず亀2匹は確認できました。魚影がねないね。あのでっかいのはね、あ、でも亀だらけだな。亀がね、向こうに木があるんですけど、あそこの辺に 10匹ぐらいいますね。全部ミドリガメだろうけど、そっか、やっぱりあそこかな。いや今日ちょっと対岸も行ってみたかったんですよね。主釣りたいんだけどね。いい引きするけどね。14時21分。なんかこの間もなんかそのぐらい時間だったけど、反対側対岸行ってみようかな。よし、じゃあ行きますか。いやー、いいね、晴れてるね。よいしょっと。これ長沼橋かな。岩があるとこらへん、あの辺はなんかいるかもしれないけど、ああ、いるね、結構いますね。やっぱ浅川だけあって、この辺は浅いっていう感じで出すね。ですね。あんまり深いとこないっすよね。いそうっちゃいそうなんだけど、もうちょっと緩やかなところがあれば、う
この先行き止まり、自転車降りる場所ありません。いや降りますよ、頑張って行けなくはないでしょ、多分まあ、とりあえず行ってみましょう。いいね、ちょうど日当たりが逆向きじゃないっていうか、あの逆光じゃないから。で、この先に確かね、インレットがあったと思ったんですよね。この辺ちょっと緩やかになったんだ。まあでもちょっと入っていけないっていう、入るところが入れんのか。これ画面で見ると結構ね、なだらかに見えてそうですけど、10メーターぐらい落差あるからね。10メーターないかな、ちょっと言い過ぎかちょっと盛ったね。6メーターぐらいはあるかな、うん。で、この間行ったところの対岸ですね、こっちが。あの席の下のジャバジャバしたあたりのたるんだところ、あの辺はもしかしたらって感じだね。ちょっと行きたいけどな。どうやって入る、やぶこぎで行くやぶこぎでちょっと行ってみるか。あ、なんとか行けそうじゃん。上から見ると結構やぶだなと思ったけど、よし、あ、これいっぱいつきそうだ。あ、網が張ったんだね。この間ドリフトと言いつつ、なんか全然流してなかったからねフリーにしなきゃドリフトとは言えないんじゃないかとか。さあ今回流してます、ノーシンカーで。盛り付けた方がいいのかなっていう気もする。なんとなくいそうはいそうなんだけど、ガン玉ちっちゃいやつ。まあ、何かしらはいるとは思うんだけどね、何がいるかは分かんないけど。でちょっと投げてダメなら退散ですね。そんなに奥じゃないと思う、手前。なんか跳ねた。なんだあれ、なんだ今一瞬いたぞ、なんかが。今ちょうどね、YouTube のコメントいただいてたんで、ちょっとコメント返してたんですけど、なんか多摩川と浅川の合流あたりでやってますみたいなことを言ってましたね。まあとりあえず僕のその、入居権持ってるやつがこの長沼橋かな、これから下なんですよ、三号区って言って、それから多摩川の方まで。多摩川のちょっと何橋だかちょっと忘れちゃったけど、がそのエリアなんですよね。だから稲城とかその辺も含まれてるんですけど、その石積みになってるところの辺もちょっと浅いな。あ、この辺あれね、なんかブルドーザーかなんか入ったんだろうね、重機がね入った跡が。あ、浅いかな、ちょっと浅いかな、浅くて。お魚ちゃんがどこかいるかい、これ。この先もう自転車行けないね。あ、鯉はいますね、相変わらず。鯉はいるけど、ちょっと下降りてみようか。これは鯉だな。自転車にうるさい。熊よけじゃねえんだから。この出口がね、もしかしたらズーナマちゃんとかやっぱいるんじゃないかなって思うんですけどね。鍵が
いや、見た目いないってだけだって。とりあえずいないっすね。ちょっと投げてみようか。浅いんだけど、その前に魚が、いないっすね。いません、残念。もうちょっと奥かな。なんかいるぞ。なんかいるけど小物だな。ちょっとだいぶ離れた位置から1メーターあるなしだな。そういう感じですか。ん？あ、向こう釣りやってる人いる？釣りかわかんないけど人いますね。何もいないんですよ。いや、ちっちゃいのはもちろんいるんでしょうけど、見えないだけで。すごい残念というか、もうちょっと魚、大きい魚いてもいいんじゃないかってぐらい。オイカだかハヤだか、ハヤウイとかね、うん、そっち系はいるっぽいね。あ、うん、いるね。ここ違うな。いねえ。さあ、モニターの電池が切れました。こっからはもうこの映像です。動かせません。嫌がられた。手前にこうグーって下に体が行っちゃったもんで、カメラが全然ねどこ撮ってんのっていう感じの映像だったと思うんですけどね。ボイスボイ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 マジか。遅いよ。ボイルだったのか、なんかが、あ、でもボイルっぽかったよな。いるのかな、じゃあ。基本的には浅いっすね。とりあえず、来れるとこまで来たんですけど、なんかちょっとくぼんだところがあったんですね。あ、なんかちょっといそう。深いのかな。雰囲気は最高にいいですよね。バラす前からそれやめてよ。ちょ、タイミング悪いよ。そこ浅くなってて、あのテトラの方とか多分いくらか深いんじゃないかなと思いきや、そうでもないっていう、ね。飛ばないね。
ということでですね、日が沈んでも、まあでもちょっとここは深みがあって鯉とかもいるから、まあもうちょっとじっくり試したいかなぐらいだけど、かなぐらいですね。なんかいそうだけどね。もっと長い竿で飛ばして広範囲にやるっていう手もあるかな。お。高尾山って書いてあった。うわ、切ったね。めっちゃ生活排水系だ。ちょっとこれはって感じだな。しかもちょっと一人入ってるから今日はやめときましょうね。映ってるかわかんないですけど、だいぶ水がなくなっちゃって、いや、あっちの席入れて入りましたね。入れたけど人いたからちょっとやんなかったけどね。まあ次回ですね。